競馬ファンとして嬉しい瞬間の一つが、歴史的名馬をリアルタイムで応援できることです。生まれた瞬間から将来を期待されていた名馬もいれば、全くの無名からスターになる馬もいます。これから見ていくディープインパクトという馬は、日本中で知らない人がいないほどの歴史的名馬となり、引退後も数々の名馬を輩出する日本を代表する守護馬となり、絶大な影響力を誇るという点でも他の名馬とは異なっていると言えるでしょう。そんな歴史的名馬のディープインパクトですが、当時他の馬と比較して目立って良い点があるとは感じられていなかったことをご存知でしょうか。日本史上最高の歴史的名馬はどのように日本近代競馬の結晶とまで呼ばれるようになったのか、ディープインパクトの物語を見ていきましょう。皆さんこんにちは、馬込みです。今日はディープインパクトのデビュー前の成長から日本近代競馬の結晶と呼ばれるまでの物語の徹底解説をしていきたいと思います。デビューから三冠達成、凱旋門賞への挑戦、引退、そして守護馬としての道のりとは一体どのようなものだったんでしょうか。前半後半と2回に分けてディープインパクトの逸話や関係者の話などもお伝えしていきたいと思います。また馬込み競馬チャンネルでは、このような名馬の物語、分析、徹底解説など競馬好きにはたまらないコンテンツを配信していくので、動画を楽しんでいただいている方はチャンネル登録、いいねボタンをお願いします。これがディープインパクトの物語です。では参りましょう。ディープインパクトはサンデーサイレンスとウィンドインハーヘアの子として、2002年3月25日に安平町ノーザンファームで誕生し、0歳児にセレクトセールにて金子誠氏に7000万円で落札されました。金子氏はディープインパクトを見た瞬間、瞳の中に吸い込まれそうな感覚に襲われたと、瞳の輝きに衝撃を受けたと語っています。世界中の人々に強い衝撃を与える馬になってほしいという思いから、ディープインパクトと名付けられたディープインパクトですが、当時は体のバランスはいいと思ったが、他の馬と比較して目立っていい点があるとは感じなかったとも語られていて、柔軟性の高さを指摘していたが、柔軟性がありすぎるところや小柄で非力なところを欠点として指摘する声も多かったようです。ノーザンファーム戸朝の1歳馬用の厩舎に移動しましたが、関節に不安があると判断され、戸朝に移動した翌日からパドックと呼ばれる小さな放牧地に入れられて、運動を制限することになり、広い場所で放牧されるようになるまでおよそ1ヶ月がかかりました。ノーザンファーム牧場長の秋田氏は、集団のリーダーではなかったものの、集団の先頭に立って走ろうとし、薄いひづめをすり減らして血だらけになりながらも走るのをやめなかったと語っています。ディープインパクトという史上最高の名馬が世界中のホースマンに知られるほんの少し前の話です。名門池江康夫厩舎に入厩し、池江俊幸調教助手と市川昭彦厩務員が担当することになったディープインパクトですが、販路の調教で初めてタイムを測った時に、調教師の池江が58秒から59秒で走らせるように指示しましたが、これよりも早い54秒前半のタイムを出し、調教助手の池江俊幸がきっとバテバテになってしまっているに違いないと心配しました。しかし実際は汗一つかいておらず、ケロッとしていたといいます。この時の出来事を厩務員の市川氏は、ディープインパクトをただものではないと思ったと語っています。そんな時、池江俊幸氏が武豊ジョッキーに、この馬ひょっとしたらとんでもない馬かもしれないよ、久々に味わった気持ちいいぐらいの背中なんだと伝えたそうです。武豊ジョッキーもディープインパクトに乗った瞬間に、池江俊幸調教助手に、俊幸さん、この馬ちょっとやばいかもと興奮気味に話したことを今でも忘れないそうです。これが歴史的名馬と日本を代表する名ジョッキーの出会いでした。2004年12月19日、阪神競馬場第5競走の2歳新馬戦、芝 2000m で武豊ジョッキーでデビュー。レース前に池江俊幸氏は武豊ジョッキーに対し、あまり派手に勝たせないでくれと願い出ていたようでしたが、レースを派手に勝ってしまい消耗を心配しましたが、レース後すぐに息が戻っていたので、クラシックでも戦えると確信しました。2戦目は2005年1月22日に京都競馬場で行われた伝説のレース、若駒ステークスです。武豊ジョッキーはこのレース前に、すごいことになるから見ていてくださいと伝えていました。このレースでは2歳王者のマイネルレコルトや、京成杯を制したアドマイアジャパンも出走し、4コーナーに入っても先頭の馬から10馬身程度の差がありましたが、無知を1回も振るわずに直線で一気に突き抜け、5馬身差で勝利し、圧倒的な勝ち方によって早くも3冠は確実とまで言われる存在になっていました。レース後、勝利騎手インタビューにて、ディープの良さは何かと問われると、負けないところですと答えました。また敗れたマイネルレコルト鞍上の後藤弘樹ジョッキーは、
ディープインパクトに並ばれた時威圧感を感じましたとコメントしました。第65回皐月賞ではレース開始直後にいきなりつまずき落馬寸前まで体勢を崩し、他の馬から4馬身ほど離れた最後方からのスタートとなりましたが、4コーナーでディープインパクトの気を抜く素振りを感じた武豊ジョッキーがレースで初めて鞭を入れると一気に駆け抜け、直線で2着のシックスセンスに2馬身半の差をつけ圧勝しました。実況を担当したアナウンサーがディープインパクトのゴール直後、武豊三冠馬との巡り合いと三冠を確実視するコメントをしました。無敗での皐月賞制覇は2001年のアグネスタキオン以来16投目であり、また弥生賞勝ちの皐月賞制覇もアグネスタキオン以来の10投目となりました。レース後の勝利中インタビューではディープインパクトの走りについて いやーもうパーフェクトですよ本当にね、もう走ってるというよりねもう飛んでる感じなんでね本当に強いです、はい、続く東京ダービーでは初の左回りコースでしたが、またもスタートは出遅れ後方につけるも、4コーナーでは横に大きく広がった馬群の外を通り、直線では1頭先に抜け出したインティライミに残り 200m 地点で並んでからドーバーを突き放して5馬身の差をつけ、前年の勝利馬キングカメハメハに並ぶ2分23秒3のレースレコードタイトル優勝。武豊ジョッキーは勝利騎手インタビューで、今感動してます、はい、この馬の強さに、ディープインパクトの強さに絶対的な自信を持っていました。この翌日、武豊ジョッキーはディープインパクトのことを英雄というニックネームで呼ぶことを自ら提案しました。菊花賞当日、京都競馬場には日本中で話題になっていたディープインパクト目当てに入場動員レコードとなる136,701人、前年度比 182.0% の観客が押し寄せました。ディープインパクトの単勝支持率は 79.03% となり、単勝指標率は 1.0 倍で当時史上最高の単勝支持率となりました。3冠目となる菊花賞のレース序盤、武豊はディープインパクトを馬群の内側に入れ前に行くのを防ぎましたが、馬群中段で落ち着いたディープインパクトは直線で先に抜け出していたアドマイヤジャパンを差し切り2馬身差をつけて見事優勝。シンボリルドルフ以来21年ぶり史上2頭目の無敗での3冠馬となりました。このレースでの馬場哲司アナウンサーの名実況、世界のホースマンよ見てくれ、これが日本近代競馬の決勝だわ、2006年の FNS アナウンス大賞を受賞しました。それでは馬場アナウンサーの名実況をお聞きください。アドマイヤジャパン粘る、しかし先頭はディープインパクトだ、世界のホースマンを見つくれ、これが日本近代競馬の決勝だ、ディープインパクト。2001年から三冠レースを全勝した国産馬に1億円の報奨金が贈られることになっていたため、ディープインパクトが初の大賞馬となり、2005年の活躍を受け、この年の JRA 賞では年度代表馬及び最優秀3歳ボバと関西競馬記者クラブ賞を受賞しました。無敗の三冠馬ディープインパクトが負けることはあるのかと世間で話題になっていましたが、その瞬間が訪れました。それが2005年の有馬記念です。レースではいつものように後方から進めるも、若き日のクリストフ・ルメールジョッキーが騎乗した当時 G1 未勝利のハーツクライにわずかに及ばず2着に惜敗し、8戦目にして初黒星を喫しました。レース後、鞍上の武豊ジョッキーは、今日は飛ぶような走りではなかった、普通に走ってしまったと初めての敗戦にショックを隠しきれないコメントを残しました。ディープインパクトは有馬記念でなぜ飛ばなかったのか、その真相ははっきりしませんが、あの一戦を力負けと考えている人は少なかったと思います。有馬記念でハーツクライに敗戦後のディープインパクトの復帰戦は阪神大賞典でした。3ヶ月の休み明け、初めて背負う58キロの斤量、初めて体験する水を含んだやや重馬場、直線で吹きつける強い向かい風、菊花賞以来の 3000m の長丁場での折り合いといったさまざまな不安材料が懸念されましたが、単勝オッズ 1.1 倍の圧倒的1番人気に支持され、ゴール前の 100m ほどは流すようにして2着に3馬身半の差をつけ圧勝でした。レース後、武豊ジョッキーは、いやもちろんそれは大きな夢がありますからね、まあ、それに向かって頑張っていきたいですね。凱旋門賞制覇という日本競馬の大きな夢への第一歩となりました。次戦の天皇賞春は前走に続き単勝オッズ 1.1 倍で支持されたディープインパクト、スタートでは出遅れるものの4コーナーで早くも先頭に立ち、直線では出走馬中最速となる上がり3波論33秒後の足を使ってそのまま先頭を維持し、2着のリンカーンに3馬身半の差をつけ優勝。2着のリンカーンに騎乗した横山典弘ジョッキーに、リンカーンは生まれた時代が悪すぎたと言わせるほどの衝撃的な内容でした。
武豊ジョッキーは世界にこれ以上強い馬がいるのかなということで凱旋門賞勝利という大きな夢につながる結果となりました。上半期の競馬を締めくくる宝塚記念、またも世界のホースマンに衝撃を与えました。荒れた馬場状態の中、単勝 1.1 倍と指示され、2着成田センチュリーとの差は4馬身、まさに横綱相撲といえるレースぶりでした。凱旋門賞制覇という日本競馬の大きな夢が現実的になりました。いよいよ日本競馬の夢、凱旋門賞です。前年の凱旋門賞の優勝馬ハリケーンラン、前年のブリーダーズカップターフ優勝馬シロット、そしてディープインパクトのコバ3頭が3強を形成。欧州東京馬以外で勝ったことのない凱旋門賞ですが、現地のメディアやファンからは今回はディープインパクトに勝たれても仕方ないと諦めムードでした。日本の競馬ファンがディープインパクトの単勝馬券を多数購入したため、一時は 1.1 倍という断然の一番人気となりましたが、最終的なオッズは 1.5 倍。好スタートを切り、残り 300m 地点で一旦先頭に立ったものの、引き離すことはできず、残り 100m 地点でレイルリンクに、さらにゴール直前でプライドにもかわされて3位入線に終わりました。レース後、武豊ジョッキーが敗因を、直線を向いてからハミを取らなかった、ギアが一段上がらなかったと語っていますが、ヨーロッパ特有の重い馬場も敗因の一つとして言われ、現地のレースを一回経験するべきだったとの見解も見られました。日本中の競馬ファンの期待を一身に背負って挑んだ凱旋門賞は3着入線に終わり、レース後には禁止薬物が検出され失格処分を受けてしまいました。凱旋門賞を失格となったディープインパクトはジャパンカップへ出走、汚名返上となる圧勝劇で単勝 1.3 倍の圧倒的人気に応え圧勝。残り 100m 地点で勝利を確信した武豊ジョッキーは鞭を入れるのをやめ、右手で小さくガッツポーズすると、東京競馬場の大歓声がディープインパクトを迎え入れました。レースのインタビューでは、飛びました、いろんなことがあったけどディープは変わらずディープだった、池江先生の顔を見ると目が熱くなったと、この日の勝利は格別だったと語っています。ラストラン、それは王者の誇りを取り戻すための最後の戦いでした。国内復帰戦となったジャパンカップを圧倒的人気に応えて勝利したものの、それまで見せてきたパフォーマンスに比べると地味な内容にも映りました。絶対王者として前年に唯一敗北している舞台で圧倒的な強さを見せる、それがディープインパクトに課せられた最後の使命でした。単勝オッズ 1.2 倍という圧倒的な支持を受け、残り 200m 地点で先頭に立ったディープはそのまま差を広げると、最後は流しながらありがとうの声援が飛び交う中でのゴール。レース後、武豊ジョッキーが今までにないくらいの強烈な飛びでしたと振り返る圧巻の走りでした。第51回有馬記念、間違いなく平成の競馬史に残る英雄の最後の衝撃でした。14戦12勝、生涯獲得賞金は歴代3位の14億5455万円。英雄ディープインパクト第2の人生はもっとすごいんです。衝撃的内容となった有馬記念を最後に4歳で引退し、守護馬として車台スタリオンステーションで守護馬生活へと入ったディープインパクトはここでも期待に応えました。サンクがデビューした2010年には41勝し、総獲得賞金が5億3704万3000円となり、2歳リーディングサイヤーになりました。ちなみにサンク出走初年度の総獲得賞金記録はディープインパクトの父であるサンデーサイレンスが持っていた記録を16年ぶりに更新するものでした。2012年から2018年まで7年連続でリーディングサイヤーに輝き、サンクの通算勝利数は歴代2位となる1941勝、そのうち G1 が50勝、クラシックが18勝で、いずれも歴代2位の記録でした。種付け料も最初から当時の日本で形容される守護馬としては最高額となる1200万円で、最終的には4000万円にまでアップして、2018年は197頭に種付けを行い、例年平均して200頭前後に種付けしていました。もちろん種付け量はランキング1位、2位のロードカナリアがアーモンドアイなどの活躍で急上昇しているとはいえ1500万円、3位のハーツクライが800万円ということから、ディープインパクトがいかに偉大な守護馬だったかが分かりますね。種付け量だけで生涯400億円以上を稼ぎ出した計算になります。ディープインパクトの子供たちの成績や物語については別の動画でご用意したいと思いますので、そちらもお楽しみにしていてください。そして2019年7月30日、偉大なる名馬がこの世を去りました。2005年に当時無敗で史上6頭目となるクラシック三冠馬となり、守護馬としても5頭のダービー馬を輩出した日本競馬最高傑作ディープインパクト。現役時の14戦全てで手綱を取った武豊騎手も、私の人生において本当に特別な馬でした、彼にはただただ感謝しかありませんと相棒を忍びました。ディープインパクトの物語には続きがあります。父と同じく無敗の三冠馬コントレイルを筆頭に、絆、里のダイヤモンド、フィエールマン、ロジャーバローズ、
ワグネリアンなど子供たちが主馬となり、これからも私たちに大きな夢を届けてくれるはずです。本当にお疲れ様でした。ありがとう、ディープインパクト。皆さんはディープインパクトの名馬までの道のりについてどう思いますか？どの程度知っていましたか？ぜひコメント欄に感想や意見をお願いします。動画を楽しんでいただけたのなら高評価、そしてチャンネル登録もお願いします。馬コミュでは競馬が好きな方から競馬初心者の方まで、全ての方が楽しめる無料オンラインコミュニティを行っています。馬券予想や重賞データ分析なども無料で行っていますので、興味がありましたら概要欄のリンクからアクセスしてみてください。では次の動画でお会いしましょう。馬コミュでした。また。うおっ